エドワード・スタイケンはアメリカ合衆国の写真家。また画家でもあり、美術館、ギャラリーのキュレーターでもあった。1902年にはアルフレッド・スティーグリッツラと共にフォトセセッションを結成し、ピクトリアリスム作品で名を成す。1911年にアート・イデコレーション誌に掲載されたスタイケンの写真はファッション写真の草分けとして知られる。その後も、 ボーグ氏、バニティフェア氏などで活躍し、ファッション写真の黎明期を代表する写真家となる。合わせて、ポートレートの分野においても有名。また、1944年に制作したドキュメンタリー映画、ザ・ファイティング・レディーで翌年度のアカデミー賞を受賞している。また30年以上、演芸にのめり込み、1930年代には、 アメリカのデルフィニウム協会の会長を5期にわたり、務めている。アイリスのハイブリッド種には、彼の名にちなみ、無ース体験と命名されたものもある。単なる写真家としての活動にとどまらず、1947年には、ニューヨーク近代美術館のディレクターに就任。後世まで大きな影響を与える、写真展、ファミリー・オブ・マンテンを企画、開催することなどにより、 写真の普及にも尽力、貢献した。ルクセンブルクに、父、ジャンピエール、母、マリー・ケンプの子として生まれる。2歳の時、家族と共に、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴに移住する。家族には他に、妹のリリアンがおり、彼女は後に、詩人のカール・サンドバーグと結婚した。一家はエドワードが10歳の時に、ウィスコンシン州ミルウォーキーに移る。 15歳で石板工見習いとなり、その後独学で絵画を学ぶ。さらに仕事場の近くにカメラ屋があったことから、写真にも興味を抱くようになる。16歳の時に初めて買ったカメラは、コダックのボックスカメラの中古品であった。やがて、同じように絵画と写真に興味を持つ友人たちと、ミルウォーキーのオフィスビルの小さな部屋を借り、美術サークルを結成した。 1900年にアメリカに帰化。スタイケンは1903年にクララ・スミスと最初の結婚をした。彼らはキャサリンとメアリーの二人の娘を設けたが、1922年に離婚した。スタイケンは1923年にドナ・グローバーと二度目の結婚をした。彼女は1957年に死去した。1960年、80歳のスタイケンは、 ジョアンナ・トーブと再再婚した。彼女はスタイケンが亡くなるまで連れ添い、2010年に77歳で死去した。1900年にパリを旅行し、その帰りにニューヨークに立ち寄った時にアルフレッド・スティーグリッツと知り合う。その際、スティーグリッツはスタイケンの絵画を称賛し、さらに彼の写真のプリントも3枚購入した。1902年、 カメラワーク氏の相関を準備していたスティー・グリッツの依頼で同志のロゴデザインを担当する。1904年、スタイケンは当時まだ実用化されていなかったカラー写真の研究を始める。その中の一つはアメリカで最も早い時期に撮影されたオートクローム作品の一つであった。1905年にはスティー・グリッツによる291ギャラリーの解説に 協力する。1911年、スタイケンは、フランスの出版業者であるルシアン・フォーゲルの依頼により、彼が、発行人を務める、アート・イデコレーション誌でファッション写真を担当することになった。スタイケンはこの時、ポール・ポワレデザインによるガウンの写真を、数枚撮り、これらは、同詞の1911年4月号に掲載された。 ジェシー・アレキサンダーによるとこれらの写真は現在ファッション写真と呼ばれているものの先駆的な作品でありシンプルな描写とは対照的に見るものにそれらの外見のみならず物質的な性質をも十分に伝わるように撮られている第一次世界大戦中はアメリカ遠征軍の写真部で軍事写真を手掛けた戦後はそれまでのピクトリアリスム作品から ストレートフォトグラフィに展示、徐々にファッション写真への比重を強めていく。1928年のスタイケンによるグレタガルボのポートレートは、彼女の最も有名な写真の一つとなっている。1943年、スタイケンは、アンセル・アダムスの最初の写真集、ムーンライズ・ヘルナンデス・ニュー・メキシコアズ・イン・ US カメラ・アニュアル1943の監修を担当する。 これは翌年のニューヨーク近代美術館での同盟の古典に先立つものであった。第二次世界大戦中はアメリカ海軍航空隊写真部隊の隊長を務め、彼による戦争ドキュメンタリーザ・ファイティング・レディは1945年のアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞している。戦後は ニューヨーク近代美術館の写真部門ディレクターを1962年まで務めた。その他の業績としては1955年にニューヨーク近代美術館で企画した世界68カ国の200人余りの写真家による人々の生と死、愛をテーマにした500枚を超える作品からなる写真展ザ・ファミリー・オブ・マンがよく知られている。なお、 スタイケンの議定にあたるカール・サンドバーグが同店のカタログの序文を執筆している。スタイケンの希望により、ザ・ファミリー・オブ・マンは母国ルクセンブルクに寄贈され、現在も同国のクレボーで永久保存されている。1963年12月6日、当時のリンドン・ジョンソン大統領から大統領自由勲章を贈られた。スタイケンは1928年、 コネチカット州レディングの郊外に農場を購入し、後にそれは彼自身によってアンポッハと呼ばれた。スタイケンは1973年に亡くなるまでそこに住み続けた。彼の死後、その農場はトップストーンパークの名前で知られる公園となった。地と月光2006年2月、スタイケンの初期のピクトリアリスム作品、地と月光のプリントがオークションにかけられ、 その当時では、史上最高値である290万ドルで落札された。スタイケンは、地と月光を、ニューヨークママロネックにある、彼の友人で批評家のチャールズ・カフィーンの家の近くで、撮影した。この写真は、森と池、そして木々の間から差し込み、池に反射している月光が題材となっている。このプリントはカラーであるが、最初のカラー写真技法である。 オートクロームは当時まだ開発されておらず、スタイケンは因果紙にガムプリントを多重に焼き付けることによってカラー写真の効果を出すことに成功している。だが、その制作技法ゆえに現存する地と月光のプリントは3枚のみで、残る2枚は美術館に収蔵されている。地と月光に対する破格の概念はこの作品にある。 種の性格と希少さを加えることに幾分貢献している。ありがとうございます。